岩手ふわくチャンネル。よっ、真ん中にどうぞ。真ん中にどうぞ。SD として気をつけて見てるところは、2人目のサポートした、ラックに対して2人目のサポートした選手のラッチの。こういう状態です。はい。で、はい。はい。人が、倒して、はい。倒して、ラッチした人が、倒れ込まないこと。あ、これペナルティ？これはボールを隠しているので、倒れ込んで、倒れ込んで、こういう状態なんで、こういう状態で。当然これはダメですし、掴んでも、倒れない。もともと倒れ込んでる。はい。ボールキャリアと一緒に倒れ込む。で、ボールを隠してるので、ね、それは。だから一緒に倒れます。言い訳です。離せば行った。2人目の人の入る位置ですね。横から入らないここ。横から、今のはダメで、どこからどこまでが OK で、どこからまだ頭と尻までだね。さっきのゲートのところ、後ろから、ゲートっちの足から、あ、そこからで、ボールの後ろ、後ろからきちっと入るように。ここはダメなの。はい、ここから入ってはダメ。これはテレビ見ると入ってますよね。入ってるんですけど、あのゲだからさっき後ろから入るの、後ろから入る、後ろから入る、そう、ここのここのここもここから入る。でそっちにずーっとこうなれば、これ2モーション、3モーション、4モーション、まずないね。だからそういうことさせないようにもう、うん、ワンモーションなんですよ。なるほど。ゲートですね。ゲート。で倒れてても足が捕まえてればタックルそのままだから。けど離さなきゃいけないでしょ。離さなきゃいけない。ワールドカップの時は姫野がタックルされて、こうやってボール離して持ち上げ、何回もやってましたけども、今は。反則しようか。反則かどうかが際どいプレーをしてほしい。相手は際どいプレーじゃ。地面にあるのっていいの、ジャッカルにって。地面にあるのがないのか関係ないの、立ってればね。で多分今のは瀬戸が正しい参加をしているかどうかだと思うんですよ。あの膝がね、うん、膝、うん、いい膝が、あの相手に、相手にかけてるんで。あ、これダメなんだ。ダメなんだ。ダメなんだ。だから足は伸ばして、これもダメ。これはいいですね。いや。レフェリーどうですか。爪ついてるよ。今ね、爪がついてる場合。これはタックラーが離してないのでダメです。一回タックラーなので、瀬戸さん。タックラーは一回離してから参加しなきゃ。じゃあ受けよう。瀬戸さんがタックルする。瀬戸さんも一緒に倒れる。一緒に倒れる。そうじゃない、こうやってタックルして、このまま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 倒れる。普通にタックル、絡まない、絡まない。タックルしてこうやって2番目の人はまっすぐこう来て、すぐこうやっても OK。OK ですけど、さくら、プライオリティって優先点だよ。ボールキャリアの方が優先順位があって、ここは大事なんですよ。優先順位があって、さくら成立したら、さくら、ボールキャリアが離してないと、あのジャッカルが成立してても、ローラーウェイが反則と教えることができます。これがすげえ難しいところで、タックルしてタックルの離す。だけどこのプレイヤーがロングリリースしようとするときにパッと入ったらば、邪魔したらダメでしょ。それは大丈夫。離れてれば、はい、くっついてた場合はこう出そうとするときに入れればもうダメ。優先順位がこっちから。こっちからです。
こっちからこっちから離してないと優先順位、ね、ジャッカルが正しく成立しててもローラーウェイの反則が取られる、こんなにこっちじゃなくこっちが取られるって、はい、こんなに離れてても ボールに全然多分この辺じゃない、うん、あ、そうこういうふうなタックルして、はい、こう、こうなってる、うん、こここうやんないとダメだ、あ、そうです、ここは多分そんなに影響ない、はい、まあレフェリーが来るしこうモールの状態の形が一瞬できる、でこの人がタックルしてよく言われるじゃないですか、離せ離せってレフェリーがこうダウンボールしようとしてるんで、膝がボール、うん、あの膝をつけば、そう、あの、ああそうです、タックルが成立になるので、こう、ね、こう、ああ、膝片足、あ、私がこうタックルして片足に、ああ、これダウンしようと、うん、これをダウンさせないでぐーっと保って、ね、パイルアップにしようとする。これはもうタックル成立、タックルは離せない。タックル。だけど、そうそう、膝つけばもうタックル成立。膝と膝を離さないで、じゃこれ膝をつかせない。これは。タックルにならないから、うん、なんわーっと人がこの時はもうこっちから入ったっていいんですよ、全然タックルじゃない、もうタックルじゃないから、変な話、後ろから来て、うん、こうやって、はいはい、サンドイッチにして、まだないな、いいの、はい、いいの、誰もいないの、一人だけだ、タックルから、ただこれを倒れればダメだよね、これ倒れればダメ、そうな、これならば、これで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